はい、ちょいぎ太郎です。地震のお話一回しましたけど、本当にこれなんかもう笑っちゃいけないけど、こんなことっていうか、もう本当に自然の力って、自然の偉大な力にはね勝てないなっていう話で、多分今日本におけるそういう地震だとか防災っていうことに改めて考え直せって言われてるような気がしてるっていうか思うんですよね。宮崎で大きな地震が起きましたね。その2時間後か3時間後になんか南海トラフがどうのこうのとか、なんか大変な地震が1週間ぐらいに起こってくると、みんなびっくりしちゃったわけですね。今までとは違うことが、やばいやばいとね。もう私たちは日本沈没が起こるのかって、私たち子供の時あった日本沈没って言って、最後も日本が真ん中で割れてですね、東京タワーから放送してるアナウンサーがさよならさよならって、俺は本当に小学校の時やべえなと思って、嘘ですわね、こんなことなるわけがないんで、ね、じゃあ沈没していく時誰が聞いてるんだと、うん、あれを本当に子供の時に怖いなと思っちゃった、ね、そういうトラウマがある。私は愛知県地方に生まれて育ってね、ね、今も名古屋にいるわけですから、ね、もう毎日のようにこう、愛知県の人たちは地震だってずっと脅されて、ね、ね、すごいですよ、避難訓練や防災拠点とかもう全部あるんですから。ある自治体なんかそれ言われた時に、何々小学校、何々何々って地域がもう避難ができるようにしてる地域があるんですよ。ね、来ると。ね、したらもう次の日、地震来ましたよ。ね、神奈川県、外れてるじゃん、エリアの。だからここなんですよ。外れてるところは大丈夫って思っちゃうっていうことなんですよ。ありましたよね。ね、大きな地震津波があった時、ここは安全って言われたところが安全じゃなかったとこ。だから要は日本全国どこ行ったってそういうことが起こるわけですよって話。石川県って想定外だったわけですよね。いまだに復興ができてないわけだから全部なわけですよ。これ微弱振動とかなんか難しいこと言って、また違うどうのこうのって、なんか地震オタクみたいなやつが言ってくるからもういいんだけど、震度1以下の震度計みたいなのが調べれるやつがあるけど、もうどこら中でも揺れてるんですよ。人間の感覚で感じないような地震っていうのがもうずっと起こってるんですよ。だからそういうところに私たちは生活しているってことです。で、地震が起きちゃいけないって皆さん思ってるでしょ。起きて当然なんですよ。地殻変動が起こっているから今の日本列島ができてるわけで、これが今の止まってるって考えてる方がおかしいですよ。どん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 海と陸の状況は変わっていくし、噴火するし、地面は割れるし、川の流れが変わるっていうのが当たり前のことなんですよ。それを何か勘違いして無理やりせき止めたりしてるからこういうことになるわけで、何か山が崩れた時にどうにもならない。本来は山は崩れる、谷は埋まる。違いますか？そうですよね。そうやって何万年何億年っていう風にやって今の営みが出来上がってるのに、ここに来て調子に乗ってこの100年ぐらいで変えようっていうものが大間違いなんですよ。そんなところに住んじゃってるってことですもん。だから正直言って運がいいか悪いかだけですよ、こんなの。ね、もうあざら笑うかのように神奈川県ね。だからこれで地震の予知も予測もできませんって言ってるわけですよ、もう専門家の人たちがね。うん、で私が一回言った時すごい批判されたのが、何ですか、地震が起こる前にこう連絡が来るじゃないか、ピー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 ハラピーハラ、なんかあれって意味があるんですかっていうふうに言ったら、あんなの意味がないと、あれは驚いてどうにもならないって言ったら、それは意味があります、その一風化でやれることがありますとか言うけど、それは若い人の感覚であって、50過ぎて60近くであんなになっても動けないんですよ、本当に。いや、ないよりはいいですよ。あれで全ては解決しません。仮に10分あってもさあどうしましょう、じゃあいいですね、その間に靴を履いてって、もうね諦めますよ、そんなのどこに行っていいか分かんないもん。だからそういうことは分からないでしょって話なの。揺れてああどうしようって、だってどういう揺れ方するかも分からないんだし、じゃあここがどうなる、縦揺れ横揺れ2階1階がいいのかって考えてたら、私たちの知り合いの中でもうそれが怖くて寝れないと、ガス
を閉めても漏れるでしょうとか、電気をつけっぱなしの方がいいのか。だって逃げやすいようにすれば防犯がおろそかになるんですよ。でも地震いつ来るか地震よりも今入ってくる泥棒や強盗の方が怖いっていう声はどうするんですかって話なの。じゃあ地震対策してたら、どう地震対策してんの、もうドア開けて鍵もかけない方がいいに決まってるでしょ。でもそれじゃあ泥棒、健康で頑丈で二重も三重もロックをかければ開けれないって話になるわけだからね。いろんな地域でいろんなことで防災をやって試みてるわけですよ。地震が起きた時にドアのところに赤は助けてください、黄色は大丈夫ねっていうような表示をかけましょうって。本当にぶっ倒れて足挟まれたらそんなもんかけれませんよって話。それを言っちゃうと何にもかかってないとかスルーなるでしょっていう話もあるわけです。でも形上そういうことやりましょうってなってるわけで、これも賛否両論あるわけですよね。防犯や防災って本当に難しいんですよ。こっちを立てればこっちを立たずってことになるんですよ。いや非常持ち出し袋、屋根なんとかって、じゃあ家の半分埋めといて、生活がいつもの生活が苦しい大変で、ペットボトルで足の重みもない、そこで転んでけつまずいて入院ってどうするんですかって話なんですよ。ね、レトルトや保存食品ばかり買って賞味期限をの切れるから食べなきゃいけないってね、そればっかり食べてると味気ない生活って、ほんと笑いよ、笑い話じゃないようなことがあるわけですよ。なんでこの何ヶ月に一回乾パンとか保存食品食べてんだろうと、美味しくもないって、でも捨てるのもったいないし、これどこが儲かってどこがどうなってんだって話なのね。水を買いためしておきましょうって、いや水道水が一番いいですよ本来は。うん、まずいまずくないっていうのがあったって、多分ちゃんと密着させてポリタンクまで入れときゃ数ヶ月は持つって持ちますから、うん、ね、おそらく、阪神淡路大震災の時に刑務所でもそういうことがあったわけですよ。ポリタンクを入れて刑務所の各居室に全部入れるようになったんですよ。今多分ないと思いますよ。喉元すぎればなんですよそういうことするんだけどね。うん、そう言ってると今なるかもしれない、明日なるかもしれない、私は思いましたよ。1週間絶対に地震なんて起こらないって言ってやろうかと思ったんですよ。でもありましたよね。でも私が言ってることは、右往左往して死者が出るような、倒壊するような地震は起こらないって、なんか博打で言ってやろうかなと思ったんだけど、でもそういう予測や予言っていうのは簡単にしちゃいけないんですよやっぱり。うん、だって言いようはいくらでもあるんですもん。言いようはいくらでもある。でも地震は起きるって今も起きてるんですよ。皆さんの体感で感じられない地震はどこらそこらで起きてるんですよ。うん、それがだから起きてるっちゃ起きてる、起きてないっちゃ起きてない。ただビルや建物が倒壊して人がその地震だけで死ぬようなことはなかなかないって言われていて、安全だっていう石川県がほんの半年前に起こってる。だから皆さんピンと来てるんだけどね、今現状がこういうことね。だからっておろそかにしろなんて言ってるわけじゃないですよ。だからそれぞれで考えてそれぞれで判断しないと。だって家族構成や人間関係によって全然逃げ方や避難の仕方、対策の仕方が変わるっていうことが分かってほしいってことです。おざなりに何かに言われた時に、政府に言われた、回覧板で回ってきた、誰に言われたからそうじゃなくて、あなたはどうなんですかっていうことです。それを考えるきっかけにしてほしいという話です。以上です。はい、懲役太郎です。この度極道楽園極パラね、第4巻デジタルで発売しますね。皆さん見てください。もうね、これ最終巻となっておりますね。世界各国のドラゴンボールやら海賊王になったりするっていうことでね、終わりを迎えるという、違うね。まあここからこの売り上げが良ければまた復活するかもしれないということで、はい、皆様にね愛されております懲役太郎。私のね、幼少のっていうな、まあ私が会ったことも散りばめながら漫画になっております。はい、で、そうなんですね。これ、まあ、あとですね、こっから続く物語をね、続けられるかどうかは、皆様のね、この、頑張り次第、ね、私も頑張っております。もうこの懲役太郎ももう少しで50万人、ね、
まだ登録していない方は登録していただいて、サブチャンネルももう少しで10万人。ね。もうこれも皆様、本当皆様あっての懲役太郎なので、よろしくお願いいたします。以上です。